岡崎市滝町の滝山寺1932年頃の滝山寺木祭り当日15時滝山寺三門から行列が出発大松明12時2行列関連者が身につける祖父面、祖母面、孫面クライマックスの日祭り滝山寺木祭りは愛知県岡崎市滝町で行われている日祭り重要文化財である滝山寺本堂に 巨大な松明を三十数本持ち込むことから、天下の記載とも称される。愛知県の無形民族文化財に指定されている。起源は、鎌倉時代、源、頼朝の祈願に始まると伝えられている。室町時代に一時廃絶。祖父、徳川家康に対し異形の念が強かった、徳川家光は、寛永18年9月17日。 滝山寺に大使主因地412国を与えた。昭法3年10月18日には、家光の命により、滝山東将軍が創建され、さらに昭法4年、家光は、学党の聖隆院助佐官に、毎年滝山寺において、天下太平の祈願をするよう命じた。以後、鬼祭りは徳川幕府の行事として、盛大に行われるようになった。明治維新後、 徳川幕府の庇護を失い、神仏分離が影響して1873年に、休止となるも、1888年、滝村の地元住民らが費用を捻出するなどして、復活した。火祭りで登場する三つの鬼の面は、室町時代前半期の策とされている。1944年と1945年は、10日完成のため中止された。 1969年も滝山寺本堂の屋根替えが同年1月中旬から始まったため中止となった。2017年は2月11日に開催。2021年は2月13日に開催。新型コロナウイルス感染対策で一般観覧を中止し、関係者のみで行った。祭り当日の行事は、大松明、十二人衆行列、仏前法要。 鬼塚供養、庭祭り、日祭りに大別される。庭祭りは、田遊び祭りとも呼ばれ、田楽の一種である。もともとは、旧正月元旦から始まる修正会の決願日に、当たる旧正月7日の晩に行われてきたが、現在は旧正月7日に近い土曜日に行われている。現地に一般参詣者用の駐車場はないため、当日は、 神殿町の岡崎支流北総合運動場に臨時駐車場が設けられる。同運動場から滝山寺まで名鉄バスの有料シャトルバスが運行。また、名鉄名古屋本線、東岡崎駅から滝山寺までの臨時バスも増発される。鬼祭りの中心となる十二人衆は、庭祭り用の大松明を作成する。大松明に使われる竹は、 丹坂町から調達する。その他の松明は十二人衆が所有する。山の竹や部から調達され、竹山時期祭り保存会の会員が中心となって、作成する。松明作りは、竹山寺三門近くの広場で行われる。当日の一週間から10日ほど前に、主役の三人の勘弁者の発表がなされる。近年、祖父面と祖母面は、地元の成人男性から、 孫面は、地元の常岸小学校の男子児童から選ばれている。観面者は、祭りまでの7日間、再開目浴して、別室で起居し、四足動物の肉を口にしないなどの、戒律がある。炊事なども男の手によってなされる。地元の常岸中学校の生徒は、鬼の顔をかたどった奴隷を制作し、滝山寺の節分会と、鬼祭りで販売する伝統がある。15時 大松明、十二人衆行列開始。滝山寺三門から本堂に向かい出立。行列には、関面者や十二人衆、住職等が参列する。この時、滝山寺木祭りの歌が歌われ、町に祭りの始まりを告げる。青木川沿いに行列は進み、歌の合間や道中休憩後の出立時には、ほら会が鳴らされる。行列が本坊へ到着すると、 十二人衆は、精進料理の教応を受ける。現在、この料理は、祭りの見学者にも供されている。教応の後、主老の鐘と標識の音が十二人衆の本堂への登山を知らせる。十七時、仏前法要開始。十八時二十分、十二人衆は、滝山島将軍と日吉参納車で、なきなた五礼振り等、様々な所作を行う。 18時30分、法要の途中、本堂西側にある鬼塚の前で住職による鬼塚供養が行われる。2016年2月13日の鬼祭りは、この豆巻に徳川宗家当主、徳川常隆が参加した。19時、庭祭り開始。12時2週の中でも上役に位置する東次郎と西次郎がなぎなた五例ぶりで悪魔を払った後、同じく骨骨 福太郎が桑を担いで登場する。ここで、田遊びの所作が演じられる。内容は田内白垣、縄白作り種まき、田植えなどの農作業の様子である。太鼓の音に合わせて十二人衆によって、この祭り独自の田植え歌が披露される。十九時四十五分ごろ、火祭り開始。滝山寺の内陣では、繁昌、草番、太鼓が連打され、ほら貝が吹き鳴らされる。 この音と共に燃え盛る大松明を持った男たちと、祖父面、祖母面、孫面をかぶった三木が、近度の外人と回路を駆け巡る。孫面の王には、はじめは右手にまさかり、左手に松明を持って登場するが、途中から方策を意味する丸持ちを持って現れる。大松明を持ち走る人々、鳴り響く音、炎の熱気に包まれ、祭りは最高潮を迎える。 大役の標識と共に火が消され、一斉の音と光が止む。ありがとうございます。